小池知事定例記者会見を始めます。知事よろしくお願いいたします。はい、まず私の方から、今日は4点お伝えをすることがございます。まずは今日からですね、第90回の選抜が始まっております。東京都からは日大三高が出場ということで、早速第1試合、明日の第1試合からということでございます。日大三高の選手の皆さんをこの都庁からも送り出したこともあって、また主将がですね、チームの仲間全員で優勝旗を持ち帰ってくると力強くその時言ってくれてましたので、しっかり応援をしていきたいと思っております。ぜひ、いつもの何て言うんでしょうか、練習の成果をですね、存分に発揮していただいて、甲子園でいい試合を行って勝ち抜いていただきたいとこう思っております。まず冒頭エールを野球甲子園野球陣の方に飛ばしたいと思います。それから私も会場何か所か見てまいりましたが、ピョンチャンのパラリンピックに参りましたので、そのご報告でございます。3月17日から19日までの間、ピョンチャンパラリンピックの大会に赴きました。そして、選手村、競技施設、それからバリアフリーの状況などを視察をしてまいりました。閉会式の方にも出席をいたしまして、最後の締め、を見届けてまい、ったところでございます。さまざまバリアフリーの工夫がされていたり、それからボランティアの皆さんがですね、非常に誇りを持って当たっておられることなど印象的でございました。これまでも報告などを職員などから聞いてきたわけでございますけれども、直接見ることで、その 3D でといいましょうか、高さなど、自分で実感をすることなどなど、プラスの効果があったのかなと思います。何よりも今回も平昌大会前半のオリンピックの方では13個のメダル、パラリンピックでは10個のメダルを獲得するということで、選手が大活躍されて、日本中がまた盛り上がったということだと思います。そして最後、閉会式では国際、パラリンピックの、会長の方からいよいよ次は東京ですねというふうにも声をかけられたところであります。ぜひこの盛り上がりを、次の東京大会の方につなげていきたいと考えております。でメダルの話ついでにということではないんですけれども、この都庁でも今も毎日いろんな方がお届けいただいております小型の電子機器でありますけれども、いわゆる都市鉱山から作るみんなのメダルプロジェクトについての動画をまた作りましたので、お知らせをしたいと思います。早速ご覧いただきたいと思います。集めている小型家電の種類も多いんで、ぜひお宝をですね、お家の中で探していただいて、こうやって国民の皆様が一丸となってメダルを作ってくださるっていうのは、選手はもしかしたらこう、支えになるかもしれませんし、ご自宅で眠っている古い携帯電話であるとかパソコンなど、中には機器類といっぱい詰まってるんですね。でもね、5000個作んなくちゃいけないんですよ、金銀銅のメダルを。というのでまだ道半ばでございます。もう一度改めてご自宅に古い、この携帯電話、それから小型家電転がっていないか改めて見てください。ということでしばらく続きますので、はい、ご覧いただければと思いますけれども、最近はですね、これ環境省が主体となって、テレビコマーシャルで全国的にも流すようにもなっております。これからも全国各地でそれぞれ受け手となるところも用意をされておりますので、ぜひこのメダルプロジェクトにご参加いただくことによって
2020年大会にご自身がコミットするという感覚をですね、共有してもらいたいとこのように思っております。まあ、これ今の動画でありますけれども、東京動画の方に載っけておきます。それから同じくこの都市鉱山なんですけれども、ちょうど今年度末で引っ越しのシーズンなので、この際ですね、お宝探しをやってみたらいかがという呼びかけで、年度末宝探しキャンペーンを開催するというお知らせでございます。で、今の話でありますけれども、新宿西口の大型デジタルサイネージなどで映像を放映したり、それから都庁の受付窓口で、先ほどの映像にもありました一口メッセージ、一言メッセージのパネル展示も実施をいたします。まだまだメダル5000個には道のりは長い、道半ばって言ってましたが、道のりは長いものがございますので、お住まいの区市町村の窓口、それから都立のスポーツ施設など、メダル協力ボックスにお持ちいただければということであります。ということで、オリパラに関連してのご報告で、ございました。次が同じくパラリンピックに関連してでありますけれども、ノーリミッツチャレンジということでの実施のお知らせでございます。このノーリミッツチャレンジですけれども、パラリンピック大会、それから競技の認知度向上と機運の醸成を図る、そしてパラリンピックの魅力を多くの都民の皆さんに PR をするという、そのための実施でございます。で、具体的には区市町村などが主催する、まあ、いろんな都民が集まるイベントがございますので、そこでパラリンピックの競技を実際に体験できる、そのようなブースを作ります。そしてパラリンピアンとの交流も行ってもらう、競技選手を紹介するなどなど、ぜひパラリンピックを盛り上げていきたいと思っております。で、具体的にはですね、4月の1日に去年はフラッグツアーで参りました小金井の桜祭りでありますけれども、こちらの方に、パラリンピアンの根木真嗣さんとオリンピアンの柴田愛さん、根木さんは車いすバスケットの選手、それから柴田さんは競泳ですね、柴田愛さんと一緒にですね、ここでパラリンピックの競技の一つであります車いすバスケットボールの大会を、大会じゃない、体験会を実施することといたします。で、それから4月7日8日でありますけれども、今度は府中、第47回の府中市民桜祭りでありますけれども、こちらでは卓球大会、実施いたします。まあ、そういった具合にですね、来年度は、年間を通じまして都内で約40の会場でいろんなパラリンピックの催しを行いますので、ぜひ一度体験していただきたいと思います。一旦体験をするとですね、その面白さとか大変さとか、やっぱり体感していただけますので、そういったことで工夫をしていきたいと思っております。ぜひご参加いただきたい。そして参加していただいた方はですね、こういう前もご紹介したと思いますけれど、パラスポーツの体験をした分、お遍路さんではありませんけれども、スタンプを押してまいります。全部で22競技がパラリンピックの場合スポーツがございますけれども、体験したり見たりした時にはスタンプを押します。ちなみに私はですね、これまで実際に自分で競技に参加して体験したものと応援したものと合わせますと、22のうち11すでに体験しておりまして、ぜひこれすべて、なんて言うんでしょうか、完遂したいというふうに思っております。ということで、できるだけ皆さんに参加していただく、そんな工夫をこれからも、してまいりたいと思っております。それからちなみにちょっと春を感じていただくということで、今日はプリムラマラコイデスという桜草科の花でございます。
都立農芸高等学校からご提供をいただいているものでありますが、まあ、あの花のシーズンということでもあり、ちょっと花に関して のご報告であります。あの大島では椿祭り、1月末から伊豆大島椿祭りがこの週末の25日で終わりますので、まだ間に合います。どうぞいらしていただきたいと思います。大島の椿で、椿に続いては今度は八丈島のフリージャー祭りが同じく25日から始まります。先日もあの町長はじめ、フリージャー娘の皆さんがお越しいただきました。あのキャラバン隊の皆さんがお越しになって、最近はあのフリージャーも黄色だけじゃないんですね。白からピンクからいろんな色がついて、とてもカラフルになっているのに大変驚きます。でこのフリージャーのお祭りの方では、あのフリージャーの花摘み、花びらで作る巨大なインフィオラータ、インフィオラータっていうのは先日もあの参加いたしましたけれども、清井町の方のイベントで参加いたしましたけれども、花のカーペットという意味だそうでございます。最後の花びら1枚落として完成というので、私も参加して、とても綺麗なイベントであります。でこのインフィオラータの方もですね、4月の8日まで、開催しておりますので、これ八丈の方でもやってます。ぜひ花と緑と温泉という三拍子揃った八丈島の方にも足を伸ばしていただければと思っております。それから東京にはあの、大島八丈島以外にも個性豊かで、魅力あふれる島もたくさんありますので、椿祭りを皮切りにして暖かくなるこれからが、まあ、まさしく島の観光シーズンとなりますので、それぞれ島自慢の、花、それからフルーツ、おいしい、お魚、焼酎、温泉、もうあの楽しいこといっぱいの島の魅力、これからますますいい季節になってくると思いますので、ぜひにということで、ございます。私から以上4つの項目、お知らせなどさせていただきました。幹事長どうぞ。はい、3月幹事社 NHK 笠松です。幹事社から質問します。冒頭にあったメダルプロジェクトなんですけども、都庁では1年ちょっと前に回収箱を設けて、確か去年の夏ぐらいには5万個に、電子機器の回収5万個に達成したということでした。現在の回収状況、それと知事の受け止めを聞かせてください。先日10万個を超えてたところであります。詳しくはもうちょっとで超えます。あ、ごめんなさい、今9万3000個で10万個目指しているということであります。で、これは携帯電話の数で、あと集めているのは小型電子機器ということで、例えばパソコンとかカメラとか、いやそれ出せとは言ってないですから大丈夫です。小型機器いろいろなものに入っておりますので、金銀銅という素材として、ということで、それは数え方がですねトンになるんですね。というので、これはじゃあ、一体何個に匹敵するのかなど集めて、組織委員会、と集めて、やりますので、全体像をちょっと把握するようにと、先ほどこの都市鉱山のことを話をしながら指示をしたところであります。大体分かればと思いますが、まあ、5000個作るっていうのはそう簡単な話ではない。ただ私この話をですね、海外からのお客様にですねお話しするとですね、非常に何て言うんでしょうか、分かりやすいって言いましょうか、そのプロジェクトは大変いいと言ってくださいます。そしてご承知のように各国からあの政府の関係者の方とか、イギリスだったらメイ首相から始まって、それからオーストラリアもニューサウスウェールズ州 の知事がいらしたり、イアン・ソープさんもその時一緒に来られて、
というふうに海外からのお客様は大体もう携帯電話、多分会員の方、大使館の会員の方の古いあれだと思うんですけれども、それをお持ちくださるというのがもうなんか儀式のように、ね、なってしまっているぐらい、非常にメッセージ力があるというふうに思います。ぜひこの件については東京のレガシーの一つにできるように、これからも皆さんの協力をお願いしたいと思っております。 NHK の方でもぜひ都市鉱山みんなで頑張ろうと言って取り上げていただければ大変助かります。よろしくお願いいたします。はい、はい。次の質問です。今日ですね、2つの都議会の2つの会派から表明があった件です。一つに、先日廃止が決まりました特別顧問等に関する経費で、もう一つは築地市場跡地の再開発に関する経費、この2つについて、予算案に計上されているのを削除すべきではないかという旨の表明でした。特別顧問等の廃止については、今まさに審議されている予算案に計上されているにもかかわらず先日廃止が表明されたということ、それから再開発の方については、その再開発の方向性がまだ具体的に示されていない中で予算に計上されているということと、市場業者の使用料から成り立つ市場会計、ここから計上されているということがおかしいのではないかという指摘でした。これらの指摘に対する知事の受け止めをお聞かせください。今まさしく予算案についてはご議論いただいているところでございますので、議会の場で議論をしっかりと重ねていただくということに尽きるのだというふうに思っております。いろいろご意見があるのはこれは当然であると、ご意見があるのは当然のことだと思います。だからこそ審議をしていただいているということであります。特別顧問につきましてはですね、先の予算委員会の中でも私は必要があれば外部の第三者からアドバイスを聞くといただくことも検討していきたいというふうにも申し上げております。今その仕組みについても検討中でございますので、必要なことについては必要な予算をで、やっていくということだと思います。これについてはそれの要項なども作る必要が、外部を雇い入れるというか外部にアドバイスをお願いをするということについてもいろいろと仕組みが必要かと思っておりますので、それも検討しているところでございます。で、そして結局その分お金使わなかったじゃないかということについては、不要額を使わないということはしばしばあるわけでございまして、これについては都政をこれからも充実させていく、都政をしっかりと改革の流れを確実にしていくということに必要な金額については費やしていくことになろうかと思っております。ということで不要になった額についての処理というのは当然のこと、不要として使わないということになります。それから築地の市場用地の取り扱いでありますけれども、これは何度も申し上げておりますように、築地の再開発の検討会議で検討を行っているところでございますので、そこからもそこで今再開発の検討していただいているところでありまして、予算をこの時点で減額するということはむしろ適当ではないというふうに考えております。幹事社からは以上です。各社質問お願いします。産経新聞大泉です。高校入試について、お聞きしたいと思います。異例の規模で、都立高校の入試で、3次募集をしているわけなんですが、昨日その途中経過の数字が出てまいりまして、確か、全日制で 0.06 倍ですかね、あまり、募集状況は芳しくない模様です。こうした都立高校のですね、定員割れという状況が、これは知事としては一過性のものと捉えられているのか、それとも今後も続くというようなお考えなのか、もし一過性ではなく今後も続くということであれば、何かしらその都立高校の存在感、価値を高めるような方策も必要になるのかなと思うんですが、そこら辺も含めてお答えください。はい、
まさしく旬なニュースかと思います。そしていよいよ新学期が始まろうとして、また入学のシーズンを迎えているというその間際でございますが、まあ、現時点でだいたいもう進学先っていうのはまあ概ね決まっているということなんだと思います。そしてその結果としての数字だというふうに思います。でしかしこれはですね、ある意味次世代の人材をどのようにして学んでもらうか、育成をするのかということで、公立、公立、公と、それから私立、私立とがですね、お互い切磋琢磨すべきだということを教えてくれているのではないかというふうに思います。で、都立高校では、これまでも都立高校改革というのを推進をして特色ある学校づくりを行ってきているわけですけれども、しかしながら今後とも魅力ある学校づくりを行うというように、この魅力、そして生徒保護者に一層の効果を PR していくということを都の教育委員会の方で行っていくというふうに聞いております。でまあ、やはり私立学校の事実上実質無償化ということ、これも影響はあろうかと思いますけれども、まあ、しかしながら家庭の経済状況に左右されずに誰もが希望する教育を受けられるように、その保護者の負担の軽減の充実を図るという意味では、これは意味のあることでだというふうに考えております。いずれいたしましても、この数字をしっかりと捉まえながら都立高校どのような魅力を増していくのかということ、教育委員会を中心として議論する必要があるのではないかと思っています。はい、東京 MX の白井です。先ほどの特別顧問の、給料などの件なんですけども、4300万円は、のその経費に関してはもうそのままでいくというような削除などはもう考えていないという認識で先ほど受け取ったんですけども、その認識でよろしいのかということと、ちょっと話はパラに戻るんですけども、知事が現地で訪れた観音駅の周辺で民間のボランティアがかなり活躍されていまして、知事がいらっしゃった時は少し活動してはいなかったんですけども、黄色い服を着てですね、活動されていて、近くのホテルとかあと美味しいお店とかを見つけてですね、オフィシャルなそのボランティアとはが手を届かないような少し隅々までやっていきたいということで、日本人の方もいてですね、東京オリンピックでも活躍したいというふうなことをおっしゃっていたんですね。で、民間のボランティアについてのその期待感とか、そういったこと2点お願いします。特別顧問と外部のアドバイスを受けるということについての費用予算についてはこれは変更するものではありません。2つ目のパラリンピックボランティアでありますけれども、リオの時もボランティア大変活動してましたし、そして今回のピョンチャンにおいてもボランティアの皆さんは大変誇りを持って、楽しそうに、ボランティアに勤めておられる姿、私も拝見をいたしました。それぞれ得意範囲を生かしながら活動されておられたということを実際に見てまいりました。今日某市の方に私寄稿いたしている中にも書いたんですが、95年に阪神大震災が起こりまして、この年が日本のボランティア元年とされています。そしてあの時は本当にみんな泣きながらボランティアをした、ボランティアをされたのをよく覚えておりますし、非常に素晴らしいボランティアの皆さんに励まされて、被災地の皆さんも元気をもらったといったところがあったかと思います。今回の2020年の東京大会のボランティアは悲しみのボランティアというよりも楽しみのボランティアとして確立することを期待をいたしております。例えば、ボランティアの方でも障害を持っている方でもボランティアは当然できますし、それから語学などに長けた方はそれを生かしていただけますし、いろんなバラエティを考えながら東京都市ボランティアとしての3万人の確保ということを進めていき
ていきたいと思っております。そしてまたその東京大会のボランティアが先ほどの都市鉱山ではありませんけれども、2020年大会の東京のボラン、レガシーの一つに、またまあ、レガシーの主なレガシーの一つに、入るようなそういうボランティアに、していきたい、そのためにも皆さんにご協力いただきたい、このように思っております。毎日新聞の円谷です。よろしくお願いします。すみません、引き続きでその予算の修正動議の件なんですけれども、その特別顧問のその経費についてなんですが、引き続き外部のアドバイスをもう受けるということでもその決まってらっしゃるんでしたら、まあ、予算がかかると思うんですけど、まだ使い道がまあ決まっていない状態で審議をしてもらうというのはまあちょっと難しいのかなと素朴にまあ受け止めるんですが、今後総括質疑などでもそういった質問は出ると思うんですが、その特別顧問の経費、今後まあ外部のアドバイスを受けるか受けないかなど決まってない中で、そのように予算の理解を求めて、まあ、お答えになられるのかというのをお聞かせください。今申し上げましたように、外部のアドバイスなども今後も受けることは多々あるかと思っております。それに必要な予算として確保できているとお考えいただければと思っております。日刊現代の今泉です。2点伺わせてください。1点目は、迷惑防止条例の改定、2点目は、都庁の来庁受付の変更について。来庁者の受付のシステム変更、都庁の、まあ、2点目は、まあ、ちょっと置いておきますけどね、はい。まず1点目なんですけど、いわゆるその防止条例についてなんですが、まあ、乱用防止策 の、まあ、正当な理由っていうものの解釈の非常に曖昧になっていて、まあまあ、放送会からも懸念が出ている中、まあ、委員会審議はたった1時間で終わって採決がなされ、29日の本会議でまあ採決されると。でおそらく都民ファーストの53名の議員の方にも多様な意見というのがあると思うんですが、そこを無視してまあ賛成をまあ強制、半ば強制するような形でこの条例を改正するというのはどうかなと思ってまして、まあ、ここは一つ、まあ、立ち止まって考えるべき案件なのではないかなというところがご感想を聞かせていただきたいところで、2点目はその都庁の受付が変わったことでエレベーターに乗るまでにものすごい行列が今起こっているような状況なんですよ。前はなんか入庁のここ首から下げるものだけをパッて警備員の方が渡すだけだったんですけども、なんかパソコンでなんかいろいろやらなきゃいけなくなっちゃって、でそれでその警備員の方が戸惑ってて、ものすごい行列ができちゃってて、みんなに不便をかけてしまってるような感じなんですね。そこはなんかこう改めるべきお考えあるのかなということ、まあ一つ苦情みたいなもんなんですはい、二つ目のご意見というか苦情については善処していきたいと思います。まだそういう捜査に係、のものが慣れてない可能性もはい、まだ実際に私自身のところはドアが開いておりますので、4月1日からではないかな。そうですか、もう始まってる、もうやっている。ご意見としてまず伺わせていただきたいと思います。それから今議会の方で、ご審議いただいているいわゆる、東京都迷惑防止条例改正案でありますけれども、最近これはですね、スマートフォンが普及したり SNS の利用者が急増しているということからもですね、まあ、つきまとい行為などが行われるなど、これまでの条例では不十分な部分があるということから改正につながったということでございます。まあ、人身に関わる重大な事案に発展する恐れがあることもあり、早急な対応が必要ということで
今回の定例会に提案したものでございます。これによってですね、規制されるのは正当な理由なくして、特定のものに対する妬みであるとか恨み、その他の悪意の感情を充足する目的で行われる、いわゆる付きまとい行為などということでございます。で、これらの要件を満たすかどうかについては、個別の事案で客観的な事実に基づいて判断されるということでございますが、これによって恣意的な判断を防ぐためにも、乱用防止規定も設けておりまして、厳格に適用、運用されることとなるとこのように理解をいたしております。議会の方でご審議をいただいたものとこのように理解をいたしております。じゃあ最後のご質問でいきます。はい、共同通信の川村と申します。ちょっと少し話が変わってしまって、オリンピックの開会式の前の休日化についてお尋ねし、2点お尋ねします。1点目が、先日都議会の議長や各会派の幹事長の方が、現状の制度では途上例で行うことが困難なため、国会で必要な法制化に向けて協力をお願いしたいという要請書を議連の江藤誠志郎衆議院議員の方に提出されております。で、この件に関して、都議会がそういう要請をされているんですけれども、知事としてはどう対応されていくかというのが1点目です。で、2点目なんですが、この件で都議会公明党の幹事長が報道機関のインタビューで、場合によっては自動車の利用者に課金するロードプライシングについてもやる必要があるという発言をされていました。このロードプライシングの制度については知事はどのようにお考えでしょうか。まず総合的にお答えいたしますと、その休日化、祝日化、そしてロードプライシングなどを含めてですね、どのようにして東京大会がスムーズに行うことができるのか、そしてまた皆さんが不便を感じることなく、どうやって大会を盛り上げて成功に導くか、その方法論はいくつかあろうかと思います。そして前半の方ですけれども、休日化、祝日化、それぞれ国の法律であったり、それから都で決められることであったり、それはその効果によってこう違ってくるわけで、休日、祝日、それぞれ法律や条例など変わってくるということであります。先ほど先に申し上げましたように、東京大会をどのようにしてスムーズにかつ盛り上げていくかという、その目的のために最もベストなものは何なのかということをこれからも求めていきたいと思います。また必要な国への呼びかけ、また国会への多分議員立法になるんだろうと思い、議員立法かなになるかと思いますので、呼びかけも引き続き行うことに、必要に応じて行うことになると思います。いずれにしましても、山の日、海の日、これぞれそれぞれこれを盛り上げる議員連盟の会長さんが江藤先生ということで、両方兼ねておられるということでございます。いずれにしても、これらの2020年に限ってですね、どう動かすかという話でご相談をしているというふうに思っておりますので、2020年の特例としてお認めいただければよろしいのかと私は思っております。あとは議連同士の呼びかけを続ける、議員同士の理解を深めていくことがよろしいのかなと思っておりますし、江藤会長にはぜひそこをご理解いただくように私からお願いをしたいと思っております。以上でございます。